皆さんこんにちは、あおばです。今回は仙台藩一門第八席岩出山伊達氏です。ここで伊達氏17世政宗のご子息をご紹介します。政宗は正室の女子姫の他に複数の側室がおり、10男4女の子供に恵まれています。戦国時代の終焉に伴い、男児はそれぞれ伊達氏の分家として家を起こしています。長男伊達秀宗は宇和島伊達氏、次男伊達忠宗は仙台藩二代藩主となります。三男伊達宗清は吉岡伊達氏、四男伊達宗康は岩出山伊達氏、五男伊達宗綱は岩ヶ崎伊達氏、六男伊達宗信は岩ヶ崎伊達氏二代目に、七男伊達宗隆は村田伊達氏、八男竹松丸は田村氏を継ぐ予定がありましたが夭折されます。九男伊達宗実は渡り伊達氏へ、十男伊達宗勝は茅ノ関伊達氏、そして後楽院の渡り宗元は高清水渡り氏へ。ですが11人の男児中5人は父伊達政宗よりも先立っています。今回は岩出山伊達氏を初代政宗四男の伊達宗康から紐解いていきます。ではよろしくお願いします。政宗は岩出山から仙台に移るに伴い、岩出山陵を当時2歳の愛息相松丸に引き継ぎます。相松丸は後見人となった伊達氏の重臣山岡島重長の養育を受け、1614年に仙台城にて元服、宗康と名を改めます。武術を好み、始祖倹約を重んじ、漁師すこぶる端正であり、武人漁師としての素質に恵まれ、将来有望とされる人物でした。1626年には兄の忠宗に随行して将軍に謁見、この時左文字の刀を拝領し、五万石の所領を賜るお話が出ます。宗康はこれを弱体を理由に辞退します。1638年には幕府からの内命により柳川五万石の大名に取り立てられることが決まります。しかし内命を賜るために江戸に登る途中、放送にかかってしまい逝去されます。伊達政宗の没後わずか2年のお話でした。宗康の後を継いだのは長男の宗俊です。宗俊は宗康と側室との子であり、やがて誕生した正妻との子右京との間に跡目争いが起き、宗康生前に一悶着がありました。正妻派に水沢からの付き人がいましたが、側室派を山岡内紀が支援、岩出山城内もきな臭くなってきたため、内紀は家臣に命じ、5歳になった千代松を道具を使い本丸の東5メートルの崖から吊り下ろし、かねて示し合わせていた村人に千代松を預け、近くの村にかくまいます。若の姿が見えなくなったことに岩出山城中は大騒ぎになり、正妻派側室派関係なくところどころを探し回ります。村にも探しの手が回り危険となったので、内紀の指示により土見に浸かぬよう千代松を山に連れ、東田郡野々岳山の寺に預けます。病状が悪化し回復の見込みがないと悟った宗康は、野々岳山にいる千代松を至急迎え、岩出山伊達氏の領主に願い出るよう指示します。忠宗の許可がおり、正式に後を継いだ千代松は一門に弟子し、宗俊と名乗ります。二代宗俊は幼少の頃にかくまってくれた村人を武士として取り立てています。1663年、要害の二の丸巨漢が全焼し、仮の住まいとして御影館を建設します。また漢文事件においても活躍を見せています。三代宗近は夫人を公家の冷泉家から迎えており、岩出山と京都との交流がここから始まります。領内の新田開発にも力を入れており、荒れ地の開拓を進めます。また家臣の子弟を教育するために仙台本藩の養賢堂に先立ち、御影館を改装し法学優美館を開設します。宗近に跡取りがいなかったため養子を何度か迎えており、幕屋伊達氏から迎えた
村康に後を継がせます。四代村康も夫人を冷泉家から迎えており、京都地方で盛んな竹林の造成を家臣らに進めます。この時竹細工の職人を京から岩手山に招いています。また養蚕業についても深い理解を示し、国家的にも収益ある事業として幼内に蚕の飼育を奨励、幼内の産業発達を図ります。村康嫡男の五代村正は治世わずか6年で逝去されます。六代村道は武芸を好み槍術を極めており、7代村則は父より槍術の伝授を受けます。藩内で大飢饉が起こった際には飛騨郡の一揆を説得し解散させています。8代宗常の頃、1841年に庄内藩の藩主国替えがあり、その国替えに反対し庄内の領民たちが蜂起するという風変わりな一揆が起こります。領民たちは幕府に幕命取り消しの嘆願書を提出することを決意、江戸に向かう途中岩出山を通過しようとします。宗常は嫡男義則とともにこれを押し止め、その不心得を諭し庄内の領民たちを解散させます。その裏で宗常は藩を通じて幕府に嘆願書を提出、庄内藩国替えの命は取り消され、無益な争いが起こらずに済みます。宗常はその性格の傲慢なところから鬼壇上と呼ばれていました。9代義則は治世わずか5年で逝去されます。10代国直の頃に戊辰戦争が勃発、国直はこれに出陣、同盟離脱の動きを見せる秋田藩とぶつかった秋田口の戦いにて奮戦します。仙台藩が降伏すると岩出山立氏は領地を取り上げられ、わずか65石の宝米を受けるのみとなります。藩は家臣たちを土着機能させる方針を定め、これを深く触れいた国直は弟の元渡り領主国重が家臣と共に蝦夷地移住開拓を願い出て許可されたことに倣い、自らも蝦夷地移住計画に踏み切ります。志願書を提出し許可されると1870年現地調査のため蝦夷地に渡ります。指定された育ち郡では開拓の見込みが立たないと分かり、開拓使に嘆願し当別の地に開拓地を移ることが許されます。国直は資金調達のため家宝などを払い下げ、幼子を郵便館に預け岩出山の地を離れます。3回にわたる移住計画を実行し、家臣たち約600名が開拓の道に進みます。その後岩出山移民の村づくりの憲法有職を定め、当別に生きる者たちの団結力向上を図ります。第4次第5次の移民によって着々と開拓の成果を上げると、1878年にはその功績により黒田開拓使長官より褒章を賜ります。1881年明治天皇が北海道に行幸され、国直は拝謁の光栄に良くしています。1891年に国直が当別の地で逝去されると、翌年旧臣らが当別神社創建を願い出て国直が祀られることになります。1940年には北海道開拓神社に合祀されています。現在北海道当別町と宮城県大崎市は姉妹都市となっています。岩出山にある正倉寺の近くに岩出山立氏代々の霊廟があります。岩出山城跡の近くには江戸期の豪学明治期の岩出山立氏の居宅であった建物旧郵便館および庭園があります。ご視聴ありがとうございました。今後も伊達家を中心とした歴史を伝えていくため発信していきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。